炭治郎、呼吸だ。息を整えて火の神様になりきるんだ。炭治郎、ほら、お父さんの神楽よ。うちは火の仕事をするから、怪我や災いが起きないよう、年の初めは火の神様に舞を捧げてお祈りするのよ。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞を舞えるの？あれは肺が凍りそうだよ。息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。正しい呼吸ができるようになれば、炭治郎もずっと舞えるよ。寒さなんて平気になる。火の神神楽！演武！こいつ。走れ、炭治郎！走れ！生きているように動く糸。瞬きをする間もなく、もう新しく糸が張られた。もし今一旦引いたとしても、水の呼吸から火の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。おそらく俺はこの後すぐに動けなくなるだろう。だから今この瞬間は逃せない。肺を、足を、ここで倒す！血鬼術。バラバラに刻んであげる。行くぞ！突き刺せ！待て！見えた！月の糸！ネズコ、起きて。ネズコ、今のネズコならできる。頑張って。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。奇術バケツ。わから、だが僕の首は糸より硬い。切ることはできない。俺とネズコの絆は誰にも。父さんが助けてくれた。家に代々伝わる神楽で、なぜ技を出せたのかわからない。でもそれで助かった。勝てた、勝てたよ、禰豆子。目が見えづらい。体中に激痛が走ってる。呼吸を乱発しすぎたせいか、早く回復しなければ。
俺はまだ戦わなければならない。伊之助を助けに行くんだ。早く。あ、血の匂いが濃くなった。死んでないのか。首を切ったのに。僕に勝ったと思ったの？かわいそうに。哀れな妄想して幸せだった？僕は自分の意図で首を切ったんだよ。お前に首を切られるより先に。もういい。お前も妹も殺してやる。こんなに腹が立ったのは久しぶりだよ。立て、早く立て。呼吸を整えろ。急げ、早く。何の未練もなくお前たちを刻めるよ。血鬼術、あやめかご。焦るな、息を乱すな。落ち着け、落ち着けば。腕が上がらない。そうだ、俺は毎日毎日父と母が恋しくてたまらなかった。偽りの家族を作っても虚しさが止まらない。結局俺が一番強いから誰も俺を守れない、かばえない。強くなればなるほど人間の頃の記憶も消えていく。自分が何をしたいのかわからなくなっていく。どうやってももう手に入らない絆を求めて必死で手を伸ばしてみようが届きもしないのに。小さな体から抱えきれないほど大きな悲しみの匂いがする。暖かい日の光のような優しい手。人を食った鬼に情けをかけるな。子供の姿をしていても関係ない。何十年と生きている醜い化け物だ。殺された人たちの無念を晴らすため、これ以上被害を出さないため、もちろん俺は容赦なく鬼の首に刃を振るいます。だけど鬼であることに苦しみ自らの行いを悔いている者を踏みつけにはしない。鬼は人間だったんだから、俺と同じ人間だったんだから。お前も。あら、どうして邪魔をするんです？富岡さん、鬼とは仲良くできないって言ってたくせに何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。さあ富岡さん、どいてくださいね。俺は嫌われてない。ああ、それすみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。坊や。あ、はい。坊やがかばっているのは鬼ですよ。危ないですから離れてください。違います。いや、違わないけど、あの妹なんです。俺の妹で。それで。まあ、そうなのですか。かわいそうに。
では、苦しまないよう、優しい毒で殺してあげましょうね。動けるか。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。富岡さん、すみません。ありがとうございます。これ、対立違反なのでは？富岡さん、ああ、そうだ、あの時、俺たちが出会った人だ。禰豆子が鬼になって、右も左もわからない俺に鱗滝さんを紹介してくれた富岡さん、そしてまたここでも助けてくれた、感謝しかない。体中が痛い、苦しい、痛いと叫びたい。でも、我慢だ。足を止めるな。体を動かせ。少しでも、遠くへ。富岡さんのこれは対立違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか？なんとかおっしゃったらどうですか？あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌がらせでしょうか？嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます？伝令伝令炭治郎、禰豆子、両名を拘束、本部へ連れ帰るべし。炭治郎、および鬼の禰豆子、拘束し、本部へ連れ帰れ。炭治郎、額に傷あり、竹を噛んだ鬼、禰豆子。あなた、禰豆子？額に傷がある。よし、拘束だ。ほら、さっさと行くわよ。他のみんなも撤収し始めてる。この山での戦いは終わったのよ。